熊本亜紀の四十プロジェクト。四十プロジェクト、今回のゲスト遠藤ルミ子ちゃんです。こんにちは、遠藤ルミ子です。いや久しぶりですよ、はい、久しぶりか。そうやな、いつぶりやろうかな。なんかインスタライブでルンちゃんが、あ、ルンちゃんって私、あの遠藤ルミ子ちゃんのこと呼んでるんですけど、ルンちゃんがなんかお酒を飲みながらインスタライブでああだこうだ喋ってるのを、うん、飲んでた。あー、最近やったら9終わった後のありがとうございましたかな？かな？うんで、多分、そうそうそう。なんで、あの打ち上げとかもできないからね、今ね。だからね。そうそうだ、だ乾杯言うて。なんか、私も夜さ、最近早いからさ、夜出かけられないじゃん？うんね。早いからさ、なんかまったりしてた時にさ、うん、いいよね、ああいうの。そうね。でも本当何コロナ禍になって初めてやってみたって感じだよね。そうだね、インスタライブとか。うん。まあこれもさ、四十プロジェクトって言って、私がまあ40歳になって、新しいプロジェクトしたいのと、うんうん、あとコロナで人に会えないから声だけでも繋がりたいみたいなね。わかるわ。偉い。素晴らしいですよ。いやいやいや。皆さんのおかげなんですけど、いやいやいや。なんかコロナ禍でさ、うん。始めたこととかさ、感じたこと、まあ、早速なんですけど。はいはい。質問のコーナー。うん、あったりする。いや、いっぱいあるね。いっぱいありますよ。すごいやっぱ考えたよね。コロナ禍はね。一番はね、結構なお仕事とか関係ないけど、すごい、何、根本的なことじゃないけど、うん、超当たり前のことだけど、人と触れることとか、なんだろう。私は一人では生きていけないって思った。あ、改めてね。改めてか、尊いなって、なんか、触れることもそうだし、なんか、うん、同じ場所ではなんか笑えることってこんなにただただ幸せだったなとか、うん、なんか一緒に怒ってくれる友達とか家族とか、うん、うん、って思っちゃったな。そうだよね。え、舞台とか結構中止になったりした？なった、なった、なった。だよ、もうルンちゃんといえば、うん、はい、まあ数多くの舞台を経験して、だってさ、ホームページで私ね、うん、あのルンちゃんの情報をこう見てみようかなと思って見たんだけど、改めてね、うんうんうん、なんか舞台のその何で経歴、はい、そう、やばくない？あのホームページにない、とんでもございません。どんだけ下に行けばいいみたいな。なんでやんな。そう、そう感じてもらえるように書いとんねん。すごいよね。ちょ、全然そんなことない。もう、なんでしょうね。細々とやっております。で、だって18歳で式入ったんだもんね。でやねん。そうね、これね、なんかだって秋、四十かってやっぱ、まず思って。忘れかけるよね。そう、23ぐらいで止まってるよね、なんか。うん。で、ちゃうねん、ちゃうねん。私、そう、40期やん。うん。で、秋さ43期やん。めっちゃ覚えてんねんけど。そうそう。なんかそう、なんかさ、私が、なんていうのかな。先輩やねんけど。うん。あの、私がそう、18で入っちゃったから、一応、一番若いのかな、うん、まあ、学年で言ったらね。そうだね。入れるタイミングとしては若くで入ったから、同期でももちろん、年上が多いし、うん、後輩だけど年上、うんうん、もういっぱいいるわけ、うん、っていうのもあるから、特に同じ作品になった時に、なんかその上下関係が嫌で、私はね。おお。そうそうそう。私の先輩に対しては結構、あの、先輩ってなるんだけど、うん、先輩ってなんかね、なられるのがそんな好きじゃなくて、うん。ね、もうでも秋はもうすぐ打ち解けたよな。いや、なんかほら、花の40期やったやん。どうなん、わからんって言われてたからさ、43期か、うん、そうなんだ。なんかそれの、まあ、ルンちゃんなんてさ、キャッツ出てたよ、若くて。そうね、ありがたいことに、うん、そうですね。それですごいなと思ってたけど、年下やん。どう、そうなんて言ったら、分かった瞬間に、あ、もうじゃあもうやめようみたいな、うん、もういっかみたいな、ね、かってなったよね。だから忘れてた、四十プロジェクト見て、いや、また年上やったと思って。
その先輩やったけど、やっぱ話しやすかったし、結構なんか楽屋とかでもさ、2人の時間とか結構あったよね。大部屋だったけど。うまいね。うん、ね、早く来てた。早く来てたからかな。そうかもね。私、そう、割と早い方やったかな。そうね。私はほら、新人やったから、多分早く行ってたんか。新人の頃もあったんですね、今本さん。ありましたよ、もうキャッツの時なんて、もうなんかいろいろ決まりを知らなすぎて、なんか、うんうんうん、今だから言うけど。いや、みんな、なそうやけどな。なんだっけ。お茶代、お茶代。あ、お茶代もそうやけど、うん、その、前、今その現在やってる人に教えてもらって、うん、次の、まあ、人という感じでさ出るわけじゃん、うん、同じ役の人がさ、はい、で私はジェミマ、キャッツはジェミマが最初だったから、うんうん、ジェミマ の、 その中国人の先輩についてて、はい、で、うん、デビューしましたっつって、うん、次の日にその見学に行った時に、うん、その日のミーティングかなんかでめっちゃ覚えてるけど、なんか、うん、昨日出演させていただきました、ありがとうございましたみたいな挨拶をしなきゃいけないっていうのが劇団四季の中の一応決まりだったんだけど、ね、うんうんうん、私はライオンキングの奈良でさデビューして、でそういうものがなかったわけ、アサリス先生も結構、はいはいはい、ちゃんとついてくれって言ってたから、なんかそういうその前の人について次の日お休みでそれを見に行ってその時に挨拶をするみたいな文化を知らなかったわけよ、うん、あったか。でそれ見学に普通に行った時にめちゃくちゃ先輩に怒られたり、うんうん、これさ、そんななんかもう何言うていいんかあれやけどさ、うん、言っていいんかって言うていいわな、はい、なんつうの、劇団四季ってあるよね、そのなんだろう、カンパニーごと作品ごとで違うよね、うん、そう、なんていうかそういうルール、細かいことそうね、わかるわ。だから新人って言われると、うん、なんかもうあの時のことを思い出すね。だからもうそんな知らないことをさ、うん、そうやね、お前調子乗ってんじゃねえよみたいな感じですっごい怒られてさ私もすごい頑張って、うん、頑張って頑張って出てさ、うんうん、なんかねえ、面白い。これでもあれなんじゃない、なんか本当に舞台が好きでリスナーの方でさ、うん、そのだってそれが別にさ、こう本当になんていうの、絶対全世界共通のルールとかもちろんなくって、うん、あれなんじゃない、要はある意味独特だよね。だってさ、こう何を言いたいかというとですね、劇団四季の場合、こう、ロングランベースが多いから、うん、ね、適宜、まあ、オーディションなりを受けたり、もしくはね、キャスティングされたりとか、細々と練習すんねんな、最初。そもそもそれちゃう、普通は、顔合わせ、よろしくな、なんていうの、一堂に会して、これから稽古をしていきましょう、作品作っていきましょうっていうね、今、劇団四季卒業したから思うけど、うん、で、全員でゴールを目指すのが、うん、まあ、当たり前で、まあ、普通よね。劇団四季もね、そういう作品ももちろんあるんだけど、ずっとやられてるものは、うん、キャスティングされたら一人とかで練習すんねんな。それでゴーサインが出たら劇場に入って、ね、そう、当たりと呼ばれるね。そうジョインして、うん、そこでやっと空気感とか掴んだりとか、そう、裏つかせてもらってとかでな。だから私もだから坂田佳菜子さんとほぼマンツーマンみたいな形で教えてもらったわ、ね、師匠、うちらの師匠ね。ねえ、ほんと佳菜さん大好き。ねえ、ほんと独特よね、だからそういうのがと思う。だからさ、それこそルンちゃん辞めてさ、うんうんうん、まあ、卒業っていうか辞めた後もさ、うん、そんな感じなんみたいな決まりって結構あったんじゃない？あるあるある。全然違うやんみたいな。あるあるある。でもやっぱりカンパニーごとに違う、それはもう外でもっていうか。そうね、それは、それもそう。うん、うん、一番なんかなんだろう、面白いのなんかあるかな。大体ね、ざっくりしたルールみたいなのはあるんだけど、うん、どういうふうに進める順番みたいなのはね、うんうんうん、割と似てるんだけど。なんかさ、よくさ、そのインスタとかで見るのはさ、何々さんから何々の差し入れをいただきましたとか言って出演者全員に振る舞うみたいなさああいうのすごくない？ああ、あるね。で、お稽古場にも、まあ、今コロナ禍でもちろん今はないことが多いんだけど、よく
すごいなんかメインキャストの方とか差し入れを頻繁にしてくださるから、すす誰々さんがいただきましたってこうね制作さんが紙を貼って、うん、あのお茶代と言わずケータリングって言われるんだけど、うん、並べられてみんな写真写メ撮るみたいなのとかね、やっぱあるんだね。なんか私も挨拶回り的な感じかな。なんか私の記憶によると式にいた時にさ、うん、それぞれその作品に配属になったり、うん、で、あの、まあ、細々と稽古を始める場合も、とりあえずせーので始めれる場合も、うん、なんか先輩に私、挨拶回ってた記憶あんねんけど、うん。いそれは別にせんでいいっていうか、なんていうの、その、ほんと初めましてで、うん、好きじゃない舞台ね、うん、に、こう、稽古場入って、どことなくなんか雰囲気的に、こう、なんかこう、挨拶する感じだったらいいんだけど、必ずしもしなくてよくて、なんか、うん。うん、なんかそう、制作さんが仕切ってくれ、紹介してくれるから。ああ、なるほどね。個人で行かなくていいんだ。そう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 。ああ。組織じゃないからね、なんていうか。そうだね。なんやろな、もっといろいろ面白いネタありそうやけどな。ちょっと、うん、思い出したら教えて。うん、わかった。で、6歳からクラシックバレエ始めて式に入って、はい、だから私は一緒に舞台に立ったのはキャッツとコーラスナイン。ですね。コーラスナイン。いやー、私的には、まあ、やっぱ秋が、やっぱ奈良を、あのデビューするしね、も見守ってたし、うん、いろいろ思い出はあるけど、やっぱ私的にやっぱキャッツとコーラスラインが劇団四季の歴史の中では濃かったのね、うん、濃かったっていうか、うん、ありがたい経験だったから、そこに秋がいたっていうのがねやっぱりね嬉しいね。なんかコーラスラインとかね、あねあれ覚えてる。なんかそれこそコーラスラインは何度も上演はされてるけど、うん、一旦ね、必ず、一旦クローズして、うんうん、っていう、なんか、まあ、クールはあったけど、うん、一旦、私より前に一回、秋入ってたのかな？でもなんか、改めてスタートの時に入ったんや、一緒に。ほいほい入った。うん、ね、写真も上げさせてもらったけど、石塚さんんとか、うん、同じ、なんか、新参加組的な、そうだね、ね、感じだったやん。うん。私めっちゃ覚えてんのがさ、うん、その、あさり先生に、うん、とあるシーンまで行って、その時の、あの、まあ、ノートはダメ出しっていうか、うん。の時に、新参加組を、あの、全員、今から図書館行ってこいって言われたの覚えてる？へぇ。覚えてない？覚えてない、うん。行ったんよ、みんなで。うん。それがね、すごい、うん、なんか衝撃だったし、嬉しかった。うん。へえ、あ、何コーラスラインで勉強してこいってこと？そうそうそう。お、まあ、要は何がいい先生いたかったのかすぐ分かったんだけど、うん、やっぱり、これ、まずかったら後でカットしてください。はい。なんつうの？式の、若手の場合はやっぱり方法論がね、厳しいし、やっぱりそこが最初の関門だから、やっぱり正しく言葉を伝えるであったりね、うん、呼吸法であったり、音程であったり。それがまあ最低限のこととしてかなりこうナーバスに取り組んだんだけど、私は特にね、うんうんうん、でもなんかそれは当たり前にできるのは当然で、うん、で先生はそこには触れず、なんていうの、それはまあ当たり前だから、なんていうの、それぞれもう遠藤留美子なり熊本亜希として喋ってしまっているっていう感じだったのか、とにかくそのそれぞれ誰どこどこ出身とかって言うじゃない、だから自分だったとかな、うん、うんうん、育った国と地域を調べてこいって。もうすごく覚えてる。それ覚えてるわ。覚えてる？うん、エルパソお前知ってんのかっていう話よね。そうそうそう。ってこと、それ私のセリフ。そうそうそう。的な。エルパソ。エルパソ。そう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 。なんか今から思えば、それも当たり前なんだけど。そうだね。なんか、なんていうのかな。うん、お芝居の本当のイロハの日なんだけど、今から考えればね。うん、うん。それよりもやっぱりもう、ね、ビビってたし、そりゃまずそこで落とされたら、もう身も蓋もないから、マジコーラスラインやからね、その時点で。そう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 役を体に入れること、役をとしてセリフを読むことってどういうことかっていうイロハの意を、うん、
ああいう言い方してくださったんだなっていう。そうだよね、うん、でも本当キャッツとコーラスラインに関してはさ、浅利啓太先生もさすごく思い入れのある作品だったからさ、だよな、やっぱ稽古もさやっぱ、うん、厳しかったし、うんうん、すごい熱かったよね、うんうん、熱かったね。ね、一番好きな作品は何ですか？リリーさんから。リリーさんありがとうございます。ナインはもうねこれ難しいよね多いもんね。何作品数えてみたことある？ないないえこれ自分が出た作品？そうそう、あそうそうそうなのかな。好きな作品は何ですか？だからまあ出てなくてもいいじゃない。出たいや作品とかでもいいじゃない。じゃあ出てる作品と出てない作品いこうかな。 OK、うん、難しいけどほんまに出てる作品は、うん、でもね今やっぱりあげるとしてやっぱ最初に浮かんだっていうのに、ね、しようと思ったけど、うん、出た出させてもらったやつだったらジャージーボーイズかな。おー見てないわもういろいろいろんな事情も重なった、自分のあのパーソナルな事情とも重なってはいるだったんだけど、うん、うん、そうね2016年日本で初演がありまして、で2018年に再演、そして2020年もね実はそれ中止になり、そうだ、ね、コンサートバージョンとして前形を変えてやったんですけれども、どんなとこが好きなのそれ？ね難しいな、うん、好きというかまあいろいろね自分も経験と年齢もいろいろ重ねてたからいろいろ挑戦をしていったりとか目標が見つかってた中で、うん、久しぶりにねそれこそキャッツ以来で自分がメインって歌う曲がいただけた作品っていうのはぶっちゃけ大きかったかもしれないけど、うんうん、あとはそれはねこれね、うん、式でももちろん海外の作品をねやることも多いし、うん、それをね浅利先生に演出してもらってやるわけだけれども、日本の場合権利だけを買って、要は、上演する権利だけを買って、演出とか振り付けとかを、こう、変えなきゃいけないっていうか、そこを変え、オリジナルでやんなきゃいけない方が多いわけよ。うん。だから、そうね、ジャージーボーイズの場合は、これめっちゃこれも言うて怒られたらあれやけど、日本で言うとスマート物語みたいなもんなんや。ほう。要は、アメリカの国民的スターの、フランキーバリアント4シーズンズっていうね、誰もが知る、うん、まあ、ちょっとまあ世代的には上かもしれないけど、うん、そういうあのスターの生い立ち成り立ちと、あのなんだろう、ちょっと仲たがいをして解散した先に見えたものみたいな、そういうサクセスストーリーみたいなところがあるから、うん、それを日本でやったとてどうなんねんみたいな意見もあったりとかして、うんうん、それを日本なりにやっぱ作る解釈で見せ方でやらなきゃいけなかったから、結構これはどういう風に受け入れられるんだろうっていうのがあった中の、まあお客様の、なんだろうな、あの熱狂がね、うん、もう初演の時はもうびっくりしたのもあったし。やっぱその伝わったんだね。日本で通用したってことだね、それが。なのかしら。うーん。なんかねすごい奇跡的な公演も何回かあったりとかして、舞台って面白いなって改めて、お客さんと作るものだから。そうだね、本当、うん、そう、本来ならばなんかアメリカ人の方がアメリカ人の文化と誇りを持って作ってられた作品だなと思ったから、うん、うん、なんかこれをこういう風に日本の方にも受け入れられたっていうのが嬉しかったな。じゃあ、うん、出ていない作品で好きな作品。これちょっとね1時間ぐらいかかって語っちゃうけどじゃあ番外編でお送りしたいと思います。じゃあ名前と触りだけ言うとね、あ、ディア・エヴァン・ハンセンっていう、知ってるわけ？あ、知ってる知ってる。見てないんだよね。見ちゃったの私、たまたまニューヨークに行って2016年の行った時もやってなくてさ、もうねプレビューの3日目みたいに見切れ、おー、あれかすごい、うんうん、もうこれはもう今んとこ、うん、出てないけど好きな作品ナンバーワンはこう、はい、変わらずですね。すごかったよ、もう語彙力のなさ
そうなんだ。え、日本には来てません。来てませんね。来る予定も知りません。うん、来てほしいわ。じゃあね、ありましたらね、日本に来ることがありましたら、うん、ぜひ、遠藤留美子キャスティングしていただいて。お願いします。ぜひ、調べてみて。あ、じゃあ、でもこれ映画なんねん。ああ、そうなんや。ぜひチェックしてみてください、映画。ねえ、ちょっと私も見てみたいと思います。ちょっと、もうトレーラーだけ見たけど、うん、もちろん、ま、ね、熱くなるけど、舞台の場合は、すべてはね、リアルにはできないじゃない。何、うん、環境が。だって舞台、うんうん、道とかさ、森とかはさ。うん、でもそれ映画の場合、もちろんロケーションできるわけでしょ、ね。そうだね。だから、もうそれは痛い、もうそれはそれは感動したんだけど、うんうん、ちょっとぜひディア・エヴァン・ハンセン、ね、調べてみてください。はい、皆さん見てみましょう。ということで、じゃあちょっと前半の前編の最後に、はい、もう一つ質問。スタイル維持にしていることはありますか、さとみさんから。ないです。いやね、ルンちゃん、ルンちゃんマジでさ、ずっとスタイルいいよね。そんなことないのよ。なことない。いや、なんかもうキャッツとかさ、もうあの頃はね。いや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 、この間会った時も一緒だったよ。変わった。でもね、ちょっと式にいた時は痩せすぎてたかな。あー、そっかそっかそっか。だって覚えてるやつ、ケイジさん、キャッツ振り付け家のね、もう大真面目によ、ダメ出しで笑っていいとこかなと思ったけど、真面目やったから笑わんかったけど、さ、ルミさ、ちょっとさ、ちょっとカマキリみたいなんだよね。やばくない？うんと、つまり。ダメだし、それ。その、まるみ、なんで結果、カツラを毛羽立たせてって言われて、もう体はしょうがないから、みたいな。頑張って、もう、頑張って、プロテインとか飲んで頑張ってます、みたいな。それ以来、しばらくカマって呼ばれたもん、アドの。ね、ハードだったもんね。なんか太ってる、ね、なんか場合じゃなかった時は暇がなかったよね。うん、いやでもそこからまあ例外なく太りまして、コロナ太りもしたしね。あ、まあ、ただこれ宣伝にもなりますが、ちょっとね、いろいろ実はちょっと怪我とかもあって、ピラティスのトレーナーの資格を取ったり、実はトレーナーとしても活動してるんですけれども、なんでせっせと自宅ではやっておりますよ。どっか。ピラティスとヨガをね、でなんとか維持しております。はい、素晴らしいです。ということで、スタイル維持にしていることはピラティスとかヨガとかやりながらで、やらないと太りますよってことですね。そうです。努力をしていますということでした。微妙ですけども。ということで、前編もうお時間になってきたので、この辺で、まあ来週後編はもう少しこう、はい、私からの質問も入れながら、はい。はい、進めていけたらなと思っています。はい、はい、それでは来週後編お楽しみにしていてください。遠藤留美子ちゃんでした。はい、ではまた来週です。またね。またね。